いつもビッグウッド32スイムチーム、ヘイチョーチャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。ジャパンマスターズ2024まで、あと、11日となりました。調子の方がね、まだまだちょっとこれから上がるはずだとは思うんですけど、まだ、完全ではない状態です。はい。で、先日、結構、先日というか、最近ね、かなりちょっとハードスケジュールで、ちょっと分刻みでもタイトなね、ちょっとスケジュールでありまして、で、昨日もまた朝から、数件パーソナルレッスンのご予約いただいて、で、そこから、また移動距離、120キロかな、移動、車で移動しまして、で、今度はまた午後から、業務委託契約してる青森市民室内プールさんで、初心者の、スイムイベント、スイム教室を開催して、はい。で、また、帰路に着いたっていう感じで、で、本来なら月曜日にウェイトトレーニング、深夜ジムトレーニングやる予定なんですけど、まぁ、ちょっと疲労の方がね、溜まっているっていうことで、まぁ、睡眠時間も確保したいということで、まぁ、本日は、あとはまぁちょっと所用があって、スイムトレーニングも本来なら本日やる予定ではあったんですけど、まぁ一日デイオフをちょっと設けることにしました。はい。で、昨日、レッスンの合間に、まぁ僕の自分のトレーニングの方をやったんですけど、まぁ今大会のジャパンマスターズ2024では、まず初日に100メートル自由形、初日っていうか7月5日ですね。はい。で、6日に50メートル自由形、で、7日最終日に100メートルバタフライの計3種目エントリーしてるので、まあ、100メートルは最近ちょっとフリーの方は練習はちょっとできていないんですけど、まあ、50メートルとあと100メートル1バタの練習の方で、まあ、昨日は50のフリーと100メートルバタフライを、ゼロポジ、オフィシャルサプライヤーの山本化学工業様から、新しいゼロポジを提供していただいたので、まあ、そちら着用してタイムの方を、まあ、1ヶ月ぶりに市民プールさんの方でタイム上がりました。早速なのでこちらの映像どうぞ。はい、という感じで以上になります。まず結果なんですけど、 50m フリーの方が、まあ、タイムの方が23秒72、前半11秒34で、後半が12秒38で23秒72、はい。で、その後、100m バタフライの方淡水路ですけど測りまして、ね、ベストがね、僕のベストが56秒台なんですよ。同じプールでやって、で、その時で56秒台だったんですけど、今回は59秒07。ですね、まず前半の 25m が11秒69、 50m が26秒28、タイムかなり落としまして、で、41秒98の、まあ、59秒07、まあ、ラスト17秒も25m でかかってるっていうことで、いやー、かなりね、ちょっと疲れも溜まっているとはいえ、59秒というのは約3秒近くベストから落ちてしまって、
いやー、ちょっとタイムの方がね、あまり、まあ、とりあえず1分切れればいいなぐらいの気持ちで、まあ、挑んだんで、まあ、そこまで精神的なダメージはないんですけど、はい。まあ、でもそれにしても、ちょっとね、この短水路で59秒っていうことは、長水路何秒かかるんだろうな。昨年出場したジャパンマスターズ2023では、確か長水路500メートルバタぐらいで59秒4かぐらいだったんで、まあ、もちろんね、今回出場、2回目の出場ということで、まあ、58秒台は狙ってはいきたいと思ってるんですけど、まあ、しっかり残りの期間でバタぐらいのね、1バタのトレーニングも積んでいきたいと思います。で、フリーの方がね、まだまだちょっと、これから上げなければいけないと思ってるんですけど、まあ、減量の方も、まあ、なんとか今順調なペースで、で、昨日も結構レッスンとかで、移動とかで水分とか結構出たりはしたんですけど、まあ、昨日の夕方で 83.20kg、 あともう少しで、まあ、82kg 台だったんですけど、で今この YouTube 撮影してるちょっと前に体重測ったら、この時間帯で 84.0kg なんで、まあ、このペースでもしいけば 82kg 台まで落とせるのかなっていうのが、まあ、目標ですね。今日の目標は、まあ、82キロ台まで落とすっていうのが目標なんで、まあ、あとはね、明日しっかりウェイトトレーニングはやる予定なので、今日一日休んでっていう感じで、まあ、引き続き調整の方ね、頑張りたいと思います。まあ、ジャパンマスターズあと2週間切ってるんで、まあ、やれるべきねことをやって、スタートリストも出てるんで、そういう感じでちょっと、まあ、レッスンとかいろいろそういうイベントとかとうまくちょっとやりながら、トレーニングの方も頑張りたいと思います。じゃあまたの方で、お社長、じゃあバイバイ。